一寸コンシェル。8月4日は幕末の思想家で教育者吉田松陰が誕生した日です。吉田松陰は文政13年8月4日に長州藩の下級武士の家に生まれました。通称は虎次郎。5歳の頃に山鹿流兵学師範だった叔父の養子となって吉田家を継いだ後、同じく叔父の玉木文之進から厳しい教育を受け育ちます。10歳の頃には藩校明倫館の兵学師範として教壇に上がり、わずか11歳の若さで藩主毛利高近の前で兵学講義をし、高近を感動させています。しかし、この頃に起きたアヘン戦争で清国がイギリスに大敗したことなどを知ると、自分の学んだ兵学の限界を悟り、新しい西洋の学問を学ぶべく諸国への遊学を決意。佐久間象山など各地の知識人たちと交流し、見識を高めます。日本の改革を求めてペリー率いる黒船が来航すると、衝撃を受けた松陰は、自分の目で直接海外を見て実情を知るべく密航を企て、同志の金子重之助と共に黒船に乗り込むも失敗。国禁を犯した罪で江戸の天馬朝国に投獄された後、長州萩の野山国に移された松陰は、黒船への密航を振り返った優秀録を書いたり、他の囚人たちに学問を教えるだけでなく、自身も囚人たちから様々なことを教わり、獄中生活を有意義に過ごしています。松陰の情熱的な屋内講義は評判となり、出獄後も松陰を慕って多くの若者たちが集まってきたため、実家に幽閉されている身であったものの、松陰は昭和村塾を開いて講義を始め、わずか1年ほどの活動ながら、高杉晋作や草加玄瑞、伊藤博文、山形有朋など、後に明治維新の原動力となった優秀な人材を数多く輩出しました。やがて、かねてから幕府に不満を募らせていた松陰は、幕府が朝廷に無断で日米修好通商条約に調印したことを激しく非難し、老中真鍋昭勝の暗殺を画策するなど行動がエスカレート。再び野山国に投獄されても、草の根に隠れた志ある人々の奮起を促す草莽屈起を唱え続けましたが、大老井伊直弼による大弾圧、安政の大獄によって捕縛されてしまった松陰は、安政6年10月27日に29歳の若さで処刑されています。余談だが、松陰が処刑の前日に書いた遺書、流婚録には、身はたとえ、武蔵の野辺に、朽ちぬとも、とどめおかまし、大和魂、と記されており、松陰の志を引き継いだ弟子の高杉晋作や伊藤博文らによって日本は新時代を迎えていきます。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。